はい、どうも皆さんこんにちは。 TI クランのプライスと申します。今回はですね、本日、6月25日のね午前0時頃、ついにね次期イベントのパッチノートが来ました。でこのパッチノートでは様々なレジェンドだったり武器の強化や、弱体化、様々な調整がこちらで、発表されました。で今回の話題はこれらの様々な強化弱体化のうちワットソンの強化、こちらが海外でめちゃくちゃ話題となっております。話題っていうか荒れてるんですよ。めちゃくちゃ炎上してるんですけども、このワットソンの強化、今回の強化がやばすぎて、で海外のユーザーが今すごいことになってるんですね。でワットソンの強化っていうのは、強化案の盛り上がり具合だったりとか、あとユーザーのディスカッションを見ても、今回のアップデートでワットソンが強化されてほしいっていう、そういったね、期待値っていうのが非常に高かったんですよ。しかし今回のワットソンの強化が発表されて、それらがね一気に反転して結構燃えているわけですね。で今回はタイトルといたしました、ワットソンの強化が意味不明すぎて海外勢が騒然、ユーザーの反応、そして運営の釈明を分析します、ということで今回はこちらのタイトルでお送りしていこうと思います。で、こちらなんですけども、様々な、意見はほとんど海外掲示板レディット内にて取り上げられております。だから今回はねそのレディット内の発言などを様々参照しながらこちらの動画を作っていこうと思います。よろしくお願いいたします。ではまず1つ目、ワットソンのアップデートユーザーの意見についてです。本日6月25日の日付変更とともに APEX の次期コレクションイベントジェネシスが発表されました。ここではレブナントの新スーパーレジェンドだったりとか、各レジェンドや各武器のアップデート情報など様々なパッチノートが発表され、大きく全国で盛り上がりました。全世界ですね。また今期は日本向けシーズンということもあり、日本のファン層たちに直接アプローチするようなイベントスキンが様々発表されまして、これも同時にツイッター上で話題を呼びました。で今回のアップデートは様々な実況者や解説者たちが内容をアップロードしているので、簡潔にね今回のアップデートを説明しますと、まず1つ目にスピットファイアの腰なめが弱体化するっていうようなアップデートが次にあります。で次に2つ目がロングボウのダメージが55から60に強化されるといったアップデートがあります。で3つ目にレブナントの壁登りスキルを強化、ほとんどね30メートル以上壁を登れるのか、そういった感じで、結構高く壁を登ることが可能になって、で次にウルトのデストーテムの使用した際の継続時間が5秒ほど短縮されました。そういった様々な強化弱体化が今回ありましたなど、様々な調整が各要素に施されまして、今回の6月29日のアップデートからはまた違った APEX の展開が今回予想されております。そんな中で今まで強化を嘆願する声が非常に多かったワットソンについに調整が入りました。で、こちらねワットソンの調整内容といたしました、エモートで地面に置かれるネッシーが今まで1個しか置けないリミッターを解除して何個でも置けるようになりました。これだけって思うじゃないですか。で今回マジでこれだけなんですよ。で運営もこれ以上の強化は今回はないと海外掲示板内で発言いたしました。でねこんな感じでですね、ワットソンは今までその先ほども言ったように強化がめちゃくちゃ嘆願されていたレジェンドのうちの一人であります。でそんなワットソンが今回、このね、ネッシーがたくさん置けるようになりましたっていう、そういった発表があって、でこれによって海外でこのね共感が現在燃えているわけですね。例えばさ、ユーザーの意見を紹介していきましょう。ユーザー1人目、この強化は完全なユーザーへの侮辱だっていう、そういった海外勢のコメントだったりとか、あとユーザー2人目、もし今後の強化を何も計画していないのであればもはやこれはただのトロールでしかないっていうような意見だったりとか、あとユーザー3人目、アリーナで強いことは間違いないがこれとバトロワは分ける必要があるといった、強化をしないっていう理由はまだ分からなくはないけどバトロワでは、あまりにも弱いといった意見も散見されました。今回のねこのアップデートに関しましてもね、もし皆さんこの強化さすがにないんじゃないのか、またはね、これはさすがに強化ではないっていう、そういった様々な意見ございましたらぜひともコメント欄にお寄せのほどよろしくお願いいたします。はい、こんな感じで強化してほしいって様々ね言われ続けてはいたんですけども、結果として、強化されたのはエモートのネッシーがたくさん置けるという部分のみにとどまってしまいました。で今回はなんでこの強化をしたのか、そして、運営は今後のワットソンの展望をどう考えているのかっていうのを発言していましたので、今回は2つ目、運営の回答も同時に紹介していこうと思います。このユーザーの様々な意見を踏まえて運営の開発者は今回のワットソンの強化についてコメントをいたしました。で今回ね実際の発言といたしまして、今後の強化については実際に取り組んでおります、また模索段階ではありますが今後ワットソンの高い勝率に起因している強みっていうのを取り除いた上で彼女をより強く楽しくプレイできるレジェンドを目標にしています。
ただワットソンの勝率は未だ高いままで、現状は強化を施しませんでしたとコメントし、今後何かしらの調整を加えることを示唆いたしました。で、まあ、これでね結構具体的な方向性についても決まっているらしいんですね。っていうのも、現在のワットソンをオーバーホールした上で、まあ、これをね、まあ、さらに、様々なユーザーが、まあ、ライト層に向けても楽しくねプレイできるっていうような、そういったレジェンドを現在目指しているらしいです。こんな感じで釈明はしたものの、それでもユーザーの意見はまだ全然収まりませんでした。これで、でユーザー、とあるユーザーはねこう言いました。彼女の勝率が高いのは使う人がこのレジェンドの扱いに慣れている人のみがピックするからであり、通常プレイヤーからしてみれば非常に習得しづらいのが現実といった意見だったりとか、しっかりとデータを分析すればなぜ彼女の勝率が高く多くのプレイヤーが彼女をピックしないかがわかるはずですといった意見だったりとか、あとは勝率より今ピック率が大幅に下がっていることに目を向けてほしいといった様々なユーザーの意見が現在飛び交っております。でこれっていうのが、先ほど序盤に説明した3人のユーザーのうちの2人目のユーザーの意見ですね。で、もし今後の強化を何も計画していないのであれば、これはもはやただのトロールっていうのは、その意見に対して運営がリプライしたんですけども、そのリプライに対しても様々なリプライがバーって連なってる形なんですね現在。でこれっていうのが本当に先ほど投稿されたものでして、でそこからね、まあ、現在さらに、ここからたくさんのコメントが追加されることが予想されております。で、まあ、今回のこの強化、強化って言っていいのか分かんないんですけども、今後のワットソンの強化の前座であると、正直信じたいんですね、そういう風に。ただそれでも以前から嘆願されていたワットソンの強化、これが一切なかったことは多くのユーザーから失意を招いてしまったことは、これ確かであるんですね。で今後もし強化するとして、現状のメタが、これによって、どう変化するかっていうのが、今後非常に楽しみではあるわけです。ただどうなんですかね、これがね、運営ワットソンを現在の、強みを取り除いた上で別の強みを加えるというふうな発言をしていましたので、もしかしたらめちゃくちゃ使いやすいレジェンドになるかもしれませんし、また逆にねこの強化がこけて、でワットソンがもう誰にもピックされないっていうような、そういったどちらの未来もあり得ます。だからね今後の、この動向っていうのを慎重に見極めた上で僕も動画にしていこうと思います。はい、といった感じで、これに関してはもし、今後ねワットソンもうこれくらい強化してほしいだとか、そういった意見ございましたらぜひともコメント欄にお寄せのほどよろしくお願いいたします。はい、それでは今回お送りしましたのは DIE クランのプライズでした。もしこちらの動画面白かった、または参考になったって方いましたら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それでは今回の動画は以上です。また次回の動画でお会いしましょう。それでは皆さん、バイバイ。チャンピオンとなりました。ナイス。また一つ賢くなってしまった。今日は。まだ大丈夫よ。まだ。わーい。ナイスキル。